迎えております私たちは、えー、いろんなこの秋の収穫の恩恵に扱っておいしいですね、えーまあ、食べ物、まあ、作物野菜ですね果物、まあ、いっぱいあると思いますね食欲の秋ということでございますが、えーまあ、もしこの作物が実らないとするならば まあ不作であるならば、いわゆる食糧難になってしまいますま、そういう国もありますしまた、私たちもですねまあ気候の変化とかまあいろんなことでそうなりかねないわけでございますがまあ幸いにも、神様が与えてくださったそういう作物によってですね まあその、えー、恩恵に扱っているわけでございます。えー、今日のお話はまさにこの作物、ブドウの木のお話をイエス様はなさっております。えー、イエス様は園,あ園芸の先生としてあのこうすればブドウがいっぱいおいしい、ブドウが実りますよという。 園芸の先生としてお話はしてないことは、もう皆さんもわかると思うんですね。で、じゃあこのお話って何かこの分かりやすいこのぶどうの木の例えでございます。まあ、この当時もまあ、今もそうですけども、もまあ、身近にある。うー、んまあ、果物でありえ、そして、えー まあ、この当時ですね、まあ、食べるということもあるかもしれませんが、まあ、いわゆるブドウ酒ワインにするわけですね、まあ、非常に身近なこのブドウの木からイエス様じゃあ何をお話しなさったのかというと、まあ、私につながっていなさい、えー、キリストを信じるということがどういうことなのかそしてキリストを信じたならば実が結ばれていくといったわけですね じゃあその実っていうのは何なのかということなんであります。ですから今日は、この、キリストを信じる、まあもっと広く言うならば、信仰って何だろうか。94年にあのオウム真理教の事件がありまして、まあそれ以来、このまあ信仰というとですね、いろいろ、 まあ、眉,を眉を潜めるような、えー、事件があるこれは世界中そうなんですねでこれからもますますそうなってくるじゃあもう信仰なんかいらんよもう,もうですね、まあ、いや正しい宗教ですよね、えー、正しいその神を信じる一番人間にとってある意味は宗教心って一番大事な部分ですからいやそんなのいらんよっていう人はいないと思うんですねやっぱりこう正しい宗教心を持つ。 それををキリストを信じる、ねまあ、狭く狭くというか言うならばキリストを信じるということがどういうことなのかで信じたならば必ずまあ結果が伴うイエス様のこの令和で言うならばこの「実を結ぶ」ということでありますで「実を結ぶ」というのは決して抽象的な,なんかこう宗教,宗教的なお話とかまあ概念また あの世はこうなってますよいいとこですよというのはなんかそういうこうですね雲をつかむようなことではなくて実っていうのは現実を表してるわけです,ですから信仰を持った人生と持たない人生は結果として全然違ってくるということをイエス様はおっしゃってるわけですね。 それらじゃあどういうふうにこう違ってくるのかということでございます。今日はそのお話なんでありますね。えブドウの木というのは、その、何のために存在するのかっていうと、ブドウの実を結ぶため、そしてその実を刈り取って、えー、まあ食べる、また、ブドウ酒にする、ワインにするということが目的なのであります。それ以外の目的はないんですね。 桜であるならば、鑑賞する、あのきれいな美しい桜をですね鑑賞するために、まあ、桜の存在がありますね。えまっすぐにで強い、まあ、木があるならば、それは材木にする、もうこの街道もですね、太いこう材木によって、このような街道ができています。あるは、家具にする、ですね、まあ、頑丈な木は家具とか、まあ、そういうことでございますね。 そう考えると武道ウっていうのは干渉には耐えられないですねまたそういう材木や家具にはならないじゃあ何のためかというとこの実を結ぶためだけにあると言っていいわけでありますでその実を結ぶために、えーまあ、手入れをするこの剪定をするということでありますねそれがこの十五章の一節から二節に書いてございます でこのことが今申し上げたイエス様がこの園芸のですね教室を開いているのではなくてこの例をもって私たちがこうキリストを信じるまた信仰生活をするということがどういうことなのかということをお話ししているということですよねで,ですからこ,この、えー、っと農夫というのは誰なのかというとどっかの農家のおじさんではなくて、えー、父 つまり神様を表していると言ってますね。えー、私はまことのブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために、手入れしてこれをきれいになさるのである。あそっか、この、えー、手入れしてくださる農夫は。 父なる神だとということですねだから神様に手入れをしてもらう。でこの手入れっていうのは何を指すかというと剪定であります。まあこれはあのそういう園芸の知ってる方はよく分かると思うんですね。パチンパチンパチンと切る。えぶ、ー、どだけに限らないと思いますね。剪定。えー、まあ私もですね、えー、ここに来まして、まあ、剪定と言いますかですねパチンパチン切ることを。 結構知っているんでありますが私は素人でありますですから、ああ、これ余分な間だな、ここがあったら邪魔だなと思ったらですね、まあ、あるいは好き勝手に切ってるんですね。で、えー、まあ、皆さん分かっている方はですね、なんでこんなとこ切ったんだとです、ね、思う方もいらっしゃると思います。え、素人と、ちゃんとした農夫の違いは何なのか、分かりますよね。切った後に、どのような、こう、 まあ枝,に枝になっていくのか切った後にどのような実を結ぶのかということが分かっているからある意味ではこう大胆にえですね、素人が「えそこまで切るの?」大体あの剪定ってそうだと思うんですね「えそこまで切るんですか?」っていうのが剪定でございます。私も造園の会社にバイトに行ったことがございましてまあちょっとだけ教えてもらって。 ですねえこ,まあ、こうやって切るんだよ、ああそうですか、ねえー、変に切られたら困りますよね、痛い痛い痛いです、ね、農夫である神様、そして大胆に、時にはばっさりと切る、ばっさりと切る目的は、えー、好き嫌いとか、うん、またそんなところに枝があったら、ちょっと目障りだではないですね。 なのため、実を結ぶという目的であります。えー、実を結んでいる枝はもっと実を結ぶように。そして、実を結んでない枝は、まあ、切ってということですね。ですから、木全体が、やはりこう、豊かに、本当に美味しいブドウの実を結ぶ。数がいっぱいあればいいわけではないですよね。 また見栄えがいいブドウではない本当にこうまあ食べてというかワインにしていいブドウがちゃんと結ばれるというために剪定するですから本当にこう実が結ばれていく本当の実が結ばれる形だけの実ね、柿であればああって渋柿ですよねだからおいしいまあ柿ブドウもそうですねまあ酸っぱいブドウあると思います。 まあ実はですね今、酸っぱいブドウって言いましたけども、そもそもこのお話というのはですね、イエス様は、私は誠のブドウの木って、この誠のブドウの木って言っています。誠というのは本当のということですね。本当のということは、嘘ののというのがあるということなんです。嘘のブドウの木。で嘘のブドウの木というのは、 それは何かというと今申し上げた、まあ、酸っぱくて食べられない、えー、ブドウのこと,というわけですね。確かに実が結んだんだけども、えー、酸っぱくて食べられない。実はその酸っぱくて食べられないというのが旧約聖書の予言の中にありましてこのそもそもこの「実が結ばれる」というのはこれはこの神様の先民であるイスラエル民族を指してたんです。 ですから、えー、こうブドウ園の農,主農夫がちゃんとこう、えー、まあ畑を耕してそして木を植えてそしてその木がこう実ってきてそしてバチンバチンと剪定してって話ですねそして最後はこの一番最後はおいしいブドウが実るということを望んで期待してそして一生懸命手入れして結果何がブドウがっていった時に。 まあ食べられない酸っぱいブドウになってしまっているというこの話がこのイエス様が「まこととブドウの木」と言われた背景にあるわけです。でこれはじゃあイスラエル民族か酸っぱい民族かってそうじゃなくて神を離れて偶像礼拝をしたつまりイスラエル民族を通し先民を通して神を信じるということがどんなに素晴らしいことなのか。 そして人というのははあるいはモデルですよねそのイスラエル民族というモデルを通してああそっか神様に帰らなきゃいけない神様を信じなきゃいけないと思えるようなこう人たちを神はまあ選んだわけです、ね。選んだったってイスラエル民族が立派だったからじゃないですよね。 小さなもう頼りない民族だったんですけどもむしろ神様はそのような頼りない小さな民族を選んでそのようなサンプルとするために神様を育てたわけですで育てたんだけどさっきのブドウの話のように結果としてそうではない、えー、イスラエル民族が神を離れてそして偶像礼拝をしということですよねそしてイスラエル民族が滅亡していったというその歴史を言っているわけです ですからこの「実」っていうのは神を信じまさにですね神を信じている民族神を信じている人たちがどんなに素晴らしいのかということを表していることを言っているわけでありますねところがそうな,な,なんなかった酸っぱいブドウなんだこれは食べられないじゃないかというようなそういう実になってしまった ということが背景にあるので、イエス様は私がまことのブドウの木、本当のブドウの木だよ、そして私につながるっていうことがどういうことなのかというふうに、えー、イエス様はお話をなさったのでございます。ですから、実りある人生とは何か、えー、自分の人生結実、 身が残るとするならば何だろうか私は小さい頃から教会に出入りしてとうかましょうかですね今に至っているわけでありまして教会に来てこのように礼拝をずっとこう継続して守るといいましょうか礼拝に出席して本当によかった。 だなと思っていることがいろいろあるんですがやっぱり人生を考えるということがまあ小さい頃からやっぱりわからないんだけどそれが大事なんだなっていうことが小さい頃からそういう,こう感覚が身につけられたですね自分の人生まだちっちゃいのにっていうかね小学校中学校ぐらいなのにやっぱり自分の人生っていうことをこう。 はっきりまして、生まれてから死ぬまで。いやいや、死ぬまでじゃなくて、その後もあるよって話ですよね。そうですね。信仰ってのはその後もちゃんとあるよ。で、そういう中で、あなたはどうやって生きていくのそして、信仰を持つとすれば、信仰を持つということが、どういうことなのっていうことを、わからないなりに、小さいなりに、まあ、はっきりまして、聞かされてきたわけですね。聞かされたってことは、 そういう環境の中にいるのでそういうことをこ,うことあるごとにやっぱり自分のこととして考えてみるわけですね。自分の人生自分の大切な人生そして神様によって作られて神様によってこう与えられた大切な人生をどういうふうに過ごすのがいいのか大事なのかっていうこの価値観この人生観を持つ。 そんな小さい子供ですから、そんな今言ったようなですね、えー、ことで説明なんかできません。でも、そうやって生きている人たちも見たです、ねで、そういう話も聞く、まあ、自分はもう小さい頃そんなこともあんまりわからないしです、ね、だけど、やはり、ことあるごとに、やっぱり小さいなりに、幼いなりに、やっぱりこう自分の人生ということをきちっとこう考えていかなきゃいけない。でそういうい なななかなかないんですね何かのこう宗教的な何かそういう場っていうのはそれぞれあるかもしれませんでも本当にこう自分の人生をちょっと静かにじっくりこう考えてみるってことはいやそんなことはですねいやむしろしなくていいよとかそんなことを言ってると「何お前ネクラだな」とかね今はあまり言わないかもしれませんが昔そうですよねな何考えてんだそんなことはですね むしろちょっとなんか、えーそ,んなこえー、そんなことをやるのはですね、えー、考えるのはおかしいなんてそういうようなこう価値観がばーっとある中でやっぱりなかなかそんなことも言えないし言うとなんかなんな変じゃないお前クソ真面目にそんなことそんなことや一緒に遊ぼうよって、まあ、こういう感覚にやっぱなってしまいますよね。でそういう時にやはり礼拝に来てやはり神様の前で。 自分の人生って何だろうかそれでどうやって自分の人生を送ったらいいのかとこう考えてみるね考えてみるいつも考えてるわけじゃないですよねそんなことばっか,かり考えたら仕事もできませんし勉強もできませんだけどやっぱりこう断るごとに考えるっていうことがやはりこういうふうに教会に来て礼拝を守りそしてそ,こその身を置くきに やっぱりそのことが一番大事なんだなということですね。でイエス様のおっしゃるこの実が結ばれるってことがじゃあどういうことなのかってことなんです。実が結ばれる人生ってどういう人生なんだろうか。それはねお金がたまってねもううはうは楽しい生活ができたらやっぱお金だよですね。 まず確かに経済的な問題っていうのは大事ですよねあんまり厳しくなるとやっぱり私たちは悲しいことにまあねお金だけじゃなくて何か心も細ってくるような感じがしますもちろん大切ですでもじゃあ逆にいっぱいお金があったら楽しい生活やりたいことがやれたらじゃあ実りある人生なのかそういう方って結構おりますよね経済的には困らないという方 結構、結構というか、まあ、いらっしゃる。じゃあ、そういう経済的に困らない方は、みんな、実りある人生を送ってらっしゃるのか。少なくとも、クエスチョンですね。ひょっとしたら、そうじゃない人の方が多いかもしれない。じゃあ、健康で、病気しないで。ね。病気ってやっぱ、辛いですから、病気しないで、健康で。 今はお年寄りもこう健康マニアって増えたと言われてるんでありますね。これは私が言うんじゃないですよ、ある調査で。それはいいことですよね。でもじゃあ健康であるならば、じゃあ病気だったら、じゃあ実りある人生じゃないのか、ですね。いや、必ずしも違うな。実りある人生なんて聞くとパッと思うのは、やっぱりこうみんなからそう見られるです、ね、人気者になる。 まあなたも立派な方ですねとまあ言われたらお生きててよかったですねえみんなから評価されたということで実りある人生と言えるのかということなんです。もちろん今申し上げたことはゼロではないと思いますねやっぱりそれなりにあるとは思いますがでも本当にそれが。 伴えばお金があって楽しくて健康で病気もしないで、まあ、ちょっとみんなから人気者になって有名になって、まあ、それなりのことができたねできたどういう分野でもお仕事でもまた趣味でも何かこうね人からで、ね、こう認められるようなことをした実際したノーベル賞もらっただったら実りある人生と言えるのかということなんです。でそういうい方々の中で 本当にこういろんな問題を持っているいやいやですね人生行き詰まってしまった方ですね結構いるわけでありますね。そういう時にじゃあ実りある人生って、まあ、何だろうか皆さんいかがでしょうかね。でそもそもこの実りある人生が何なのかっていう時に。 そうじゃない実りがない人生もあるということですねで、それがさっき申し上げた、神様は実りある人生、実りあるものに、また、イスラエル民族であれば、そのように、えー、実りある民族として、えーこう、神様は育てられたにもかかわらず、実りがなかったということが起こっているということでありますね。 イエス様の令和の中に、これもわかりやすい令和ですが、良い気は良い意味を結び、悪い気は悪い意味を結ぶというお言葉があります。当然ですね、私も、私はこの演芸がよくわからない。 本当にお花がこうよく大事になさる方またそういう園芸がなさる方はやっぱり何々の木とかねそういうことをよく覚えてらっしゃってパッと見たらああのこの木はこうですこの草はこうですって分かりますよね私はもう全然分かんない木だったら似たような木草だったらみんな緑ですから似たようなですねでもそのような私でも実が結ばれたら分かる ブドウはブドウ、柿は柿、リンゴはリンゴ。木だけではわからない。ね。ということは、イエス様の令和というのは、その人の中にあるものが必ずこう結果として外にも見えてくるということをおっしゃった。良い木は良い実を結び、身悪い実は悪い木は悪い実を結ぶで。その時にイエス様がこの令和でおっしゃったのは、どういうこの、 この木になってるのかどういうこうなんですかねその人のこう人生を送ってるのかそしてその人生というのは必ずこのように実が結ばれていくまた外の人にも見えてくるそしてこれが本物と偽物の違いですよ。 身をを結結ぶことと身を結ばないこといやいや、実を結んだんだけども、まあ、悪い意味ですよね、イエス様のおっしゃる悪い意味を結んでしまったというこの違いですよとおっしゃるわけであります。なぜこんなことをイエス様おっしゃったのかというと、イエス様の時代もそうですし、今もそうなんですけども、まあ、いろんな人がいるんですね。で、いろんな先生がいる。 それも先生っていうのは、あの、学問の先生というよりも人生の先生、宗教の先生、信仰の先生がいる。で、そういう中で、そういういろんな先生に、まあ、ある意味影響されていくときに、今の話なんです。良い先生に導かれたら、それは良い方になるけれども、じゃあ、悪い先生に、まあ、導かれていったら、まあ、悪くなってしまう。で、ここで、 騙されてしまう。そしてえ、大事な人生を失ってしまう。いろいろ口先でいいことは言うんだけども、確かに聞いて、ああ、本当にそうかなと思うんだけども、でも結局は、えじゃあ、騙されてしまった。で、人生台無しにしてしまった。結構多いわけですね。で、こういうことがあるので、世の中の方の中には、宗教って言うと、うん、もう結構です、結構ですっていうのはな、だから分かるわけです。そういうことも。 迷いを潜めるようなそういう人もいるし迷いを潜めるような宗教団体もあるしこれ団体だけじゃないんですねその人の思想考え方団体を形成しなくてもいいんですねそういう発想考え方え決して人を良くしない人をこう引っ張っていく人をまあある意味ではこう積み重させてしまう堕落させてしまうというそういう発想考え方もあるわけでありましてでそういうことにこう だ騙されてしまう。イエス様は、羊の皮をかぶった強欲な狼って言ったんですよね。非常にこう、ドキッとするような表現です。外側は羊なんだけども、それはもう,かもうね、皮をかぶってる。ですね。外側はそう見えるんだけど、中身は強欲な狼だとおっしゃったのでありますね。で、当然、そういう人に、えー ついていったら、もう本当に人生代なし、とんでもないこと、えー、っていうふうになってしまうということなんです。そのときに、イエス様もそのまあ批判にさらされたわけですね。イエス様、あなたもペテン師じゃないイエス様、あなたもいいこと言うけれども、でも、あなた、じゃあ本当のそういう教師なんですか本当に神から来た本当の教師なんですかというふうに、当然見られたわけです。 当然ですよねその時にイエス様がその時に「じゃあ本当の教師と偽物の教師本当に信じる価値がある信じる価値がない」というのはどこでわかるかというと「その身でわかると言ったんです」これ絶対ごまかせない「良い木は良い実を結び悪い木は悪い実を結ぶ」とイエス様はおっしゃった。ですね。そういうことでイエス様はおっしゃった。 で、これは先生の話とか、ああ、それは立派な宗教者、宗教者だっ,たっていろいろあるよねってね、ちょっと批判的な、あちょっとこう斜めで見てあいつも大丈夫かなっていうようなことだけではなくて、やっぱり自分自身ですよね。じゃあ自分はどうなんだろうか。自分の人生、良い意味を結んでいるんだろうか。悪い意味を結んでいるんだろうか。いやいや、そもそも実りある人生、実りっていうけども、 人生の何か結実実りその結果っていうのはそもそも何だろうか人を批判するのはいろいろできるんだけどいいの悪いの言えますよねだけど自分自身の人生がじゃあ良い意味を結んでいるのかどうかっていうことをやっぱり私たちは考えることっていうのはやっぱり大事な なんですね皆さんはいかがでしょうか実っていうのは種があってそして若葉が出てそして成長し、まあ、木であれば木がなりますねそして何かの花をつけると思うんですあの実,のなあの実の前にね。 何かの、まあ、花をつけていく、そして、み、実のなる。ですから、ちょっと時間がかかりますよね。そして、見てるところはちっちゃいところから、こう、どんどん大きくなって、そして、最後。けち、結実、それで、結実、それで、みで。あ。この人、こうだったんだ。と、わかるということですね。そして、その、この人、こうだったんだっていうのは、やっぱり、その人の。まあ、価値観、その人の信仰、その人の大事にしていたものが、やっぱり、最後、こう。 まあ身になっているということだと思いますね。まあ一般的な言葉で言うならば、その人の生き方そのものだと思いますね。その人の生き方、あこの人はこういう生きか生き方をしていたんだ。そしていざとなったときに大事なときにその生き方がこう見えてくる。 最近もあの震災、東北の震災も3年半ね経って、時間が経ちましたね、やっぱりいろんなものが見えてきた、あの時はもうみんな一緒で、大変でね、もうちょっと絆で、だけど時間が経つ中で、ちょっとこう、あ,あるいはこ分かれてきてるって言うんですね、その時にやっぱり、もともとその人が持っていた、やっぱりそういう価値観とかね、見えている。そして ボランティアでバーッと来ていた人たちも来なくなってこれはある意味では仕方がないことですよねでもその中でずっとこう本当にこう続けていく中でまあちょっと手前みそになるかもしれませんがあのクリスチャーの人たちがねまあ他にもあると思いますがこうずっとこう続けてきているまあ一つのこう生き方が見えるそういう意味ではやっぱり身が分かるですねあとはその人の品性だと思いますその人の存在そのもの ああ、あの人がいてよかったな。いやいや、あの人いるとなんかもう話はややこしくなるし、なんか、あの人いたらなんかちょっとトラブルがとかね、いや、あの人いない方が、とかね。まあ、好き嫌いじゃなくてね、平和をもたらす人なのか、破壊や混乱をもたらす人なのか、その人自身のやっぱり品性。で、最後はやっぱりその人の残したものですね、実ですからね。実っていうのはやっぱり最後、あの木から取られて、ね、そして食べる。 またそういうこう、えー、何かをするわけですよねあの食する食べるですから最後自分がいなくなった後どうなのか私は本当にそう思いますねその人がいなくなった後に何が残っているのかっていうのがイエス様のおっしゃった身じゃないかな前にも申し上げました、えー、三浦彩子さんですね 霜刈り天国が書いた三浦子さんの随筆の中にございますある、まあ、クリスチャンのご婦人をお見舞いに行ったいつも励まされ、ね、本当にこう大変な中でこちらがなんとかあの励ましてあげましょうこちらがお見舞いしてあげましょうと言ったんだけど行ったらもう逆にね自分がこう励まされたり慰めたりされたでその方が亡くなった残ったのはその方の寝巻きと洗面道具だけだったって言うんですね 残したのは巻と洗面道具。ですから何を残すっていうのはなんかそういうね目に見えるものとかお金とか地位とかではないその人の生き方ですねでその人からその人がいなくなっても自分の中にねやっぱりこう残るものがあるあそんな生き方をしたいなとまあ 思うまた憧れるわけでございます。でそういう中でこの「実を結ぶ」というのはイエス様にこうつながっていくことだということをこの「ブドウの木」の例えでイエス様はお話しなさったのでございます。えー、私たちは信仰というと、えー、なんか自分の心の動きまた心の感情信じて、まあ、よかったという気持ち。 ですね、なんかそういうふうにこう思いますがイエス・様は「私につながっていなさい」えー「キリストを信じる信仰を持つということはこのキリストにつながることだ」とおっしゃったんですね。そしてこの「つながる」というのは「えー、継ぎ木」なのでありますぎ木で。さっき申し上げたようにあのちょっと実が結ばれないあの枝があったわけですから。 そこからこう切り取られて継ぎ木されるというこの継ぎ木ということがこのつながっていなさいそして、えー、継ぎ木をするときにただペタンとつけるだけじゃなくてまあ私はあまり詳しくわかりませんがしっかりとこう固定してちゃんとぐるぐる巻いて絶対に離れないようにですよねそして継ぎ木されたところが、まあ、むしろ強くなるわけですね最後は。ですから本当にしっ しっかりとつな,がっているでつながっているということはそれは一つになっているということですね。しっかりとつながる。そもそも私たちはこのつながりを求めているのであります。それで現代社会は非常に寂しい、孤独を感じるわけですね。いろんな意味で。その人が悪いっていうんじゃなくてやっぱりそういうこう社会になっている。 だから抱擁、えっと、される、ねまあこうまあ、抱,か抱かれると言いましょうか本当にこういうねこうされると嬉しいですよね日本人はあんまりそういう文化ありませんでしたでも今こうねいろんなところでこう抱きかかえて実際にこう、ね、抱きかかえてこうまた抱擁するハグをするある意味いいですよね あと依存していく、支えられていく、自分一人じゃないですね。やっぱりこう支えてもらう人がいる。仏教では、帰依と言いますね。帰依していく。ただ信じるってうんじゃなくて、帰依していく。それがそう、まあ、お経の中にあるわけであります。何を言いたいかというと、自分一人じゃない。やっぱり自分が何かとつながっている。 とというここが非常に大事なことだそして現代社会の中ではそういうことが希薄になっているのでそういうことをやっぱり求めているのであります。誰一人一人ぼっちには耐えられないだから宗教にしても趣味にしても遊びにしても一人ぼっちじゃ耐えられないから今言ったようにこう抱かれるようなそういう経験握手したりですねいや頑張ろうってこうやってやったり。 ですね、何かにこう依存していく宗教であれば仏教であれば消えしていくただそうなんですねそ,うなんですでその時にその時に何につながっているのかつながることは大事なことでありますねじゃ何につながっているのかってことが大事なのでありますそしてさっきイエス様がおっしゃったように悪いもの悪い気があるわけですよねそそしてそれは 聖書の歴史の中でやっぱりイスラエル民族の例を出してそうじゃなくなってしまったじゃそうじゃなくなってしまったものにつながれたらそれはとんでもないことでございますあとはさっき宗教はって言ってこう前を潜める人の中で思うのはどういうことかっていうとこの弱みにつけ込まれてっていうことなんですそうだと思います今申し上げたされる 依存していく、消えしていくってことは、自分が弱いってことですよね。決して対等じゃないのであります。自分が救われなきゃいけない存在、弱い存在と認めてるから、そういうものにですね、こう、つながっていく。ある意味では、苦しいもの、わらわもつかむなんですよね。 その時に藁を掴んだら、それは溺れちゃうわけです。本当にちゃんとした手を掴まき、いけない。で、その時に、そういうことを利用して、まさに弱みにつけ込まれる。これはもう詐欺、オレオレ詐欺だけじゃないんですね。宗教の世界でも、いや、ひょっとしたらオレオレ詐欺以上に、宗教の世界の中で起こってるのであります。古今東西。なんも珍しい話じゃない。昔からある。今もある。で、ますますそういうことがある時に、私たちの警戒心として、 待てよと、ね、自分がこう弱い時に本当に弱みにつけ込まれてしまってでつけ込まれてしまっていや最後金出さなきゃいけないのか,なとかその宗教団体に縛られてしまうんじゃないかなとかいうそういうことがあるし現にあるわけです。被害もあるし裁判にもかかっているしという中で弱みにつけ込まれたらもう,、ね、なもう困るというそういう警戒心はあるのもよくわかる。でこれはもうイエス様の時代も同じだったんです。 さっき言ったように羊の皮をかぶった狼がいるわけでしょ今も何も変わらない。だから聖書っていうのは昔話じゃなくて本当に現代の今の状況をやっぱり的確に表してるんですね。そういう中で私たちの方は一りぼっちじゃ生きていけないんだから何かとつながるその何かって何かなんです。 それが進行だからこの部分をやっぱりきちっとしてないと弱みにつ,かめつ,かつけ込まれて変なものをつかんじゃったまた変な人につかまっちゃってね自分はちょっと離れたいんだけどもう支配されてねずるずるとで心ではいいかないいかなと思いながらずるずるとっていうことが起こってまあそういう損断は私は頻繁にですねあるのでまあそういう会議とかにも来週出なきゃいけないんですけども。 でそういういじゃあ、イエス様が本物か偽物かというときに、イエス様は、まことのブドウの木ですね、本当なんだよ、そして本当なんだよって言ったときに、じゃあ、イエス様が本当かどうかという時に、えっときに、イエス様はですねこの話であ、これちょっと開いていただきましょうかね、えっと、ヨハネのですね、 あ10章、156ページを見てください。羊と羊飼いのお話で、イエス様は、私は本物だとおっしゃった、そしてここで本物と偽物との特色を言われたんです。本物っていうのは、結論から言うと、命を捨てるということです、10章の11節、上の段。 私は良い羊飼いである、良い羊飼いは羊のために命を捨てる。ね、そして、偽物の方は、何かあったら逃げちゃうということですよね、十二節。羊飼いではなく羊が自分のものではない雇い人は、狼が来ると羊を捨てて逃げ,逃げ去る。ね だからいざとなったら役に立てないいざとなったら逃げちゃうというのは偽物だけど平時の何でもない時には本当に調子のいいことを言ってね心地よいことを言ってそしてご機嫌を取らせてああそうかそうかというふうになるということで,すねでもいざとなったら逃げてしまういざとなったら何ですか私たちの本当に人生の危機ですよね死ぬようなことですよね死ぬことですよねそういう危機の時に何もできない逃げちゃういないんですそこに。 本当の、ね、先生たち、そこにいなさい,ってい、いれない、いない。ないない人をですね、逃げちゃった人をですね、でもしょうがないですね、ちゃんと言ってますよね、羊を捨てて逃げ去る。そして、狼は羊を奪い、また追い散らす。13節彼は野党人であって、羊のことに心をかけていないからである。ですね、私は良い羊飼いである、私の羊を知り私の、私の羊はまた私を知っている。よく知っている、知っているっていことを言ってます。 イエス・キリストは私たちのことをよく知っている私以上によく知っているだから信じる信頼するということなんですねえー、イエス様だって私あの会ったことございません私もそうですよねこの世におられたイエス様と会ってませんただ何であなたあのイエス・キリストがあなたのことを知ってるって分かるの簡単ですよねイエス様のご紹介 聖書に記されているイエス様のことをずっとこう読んでいくとあこの方は私のことをよく知っているなと思えるからですね本当にそうだと思うそしてそのように信じてあ本当にイエス様は私のことをよく分かってくださっているなと経験していったからです御言葉によってまた経験上あそうだなと思ったそして イエス様はですねえともう終わりますが17節下のなんですねこの箇所で言うならば父は私が自分の命を捨てるから私を愛してくださるのである命を捨てるのはそれは再び得るためである誰かが私から取り去るのではない私が自分からそれを捨てるのである私にはそれを捨てる力がありまたそれを受ける力があるこれは私の父から授かった定めである私たちの方が「イエス様私の罪のために死んでください」 と頼んだのではないこれは神の御心だ神の御計画だそしてイエス様はその神の御計画御心によってそして私たちを愛してるからです、ね、愛してるからそのことをしてくださったここなんですここがもう決定的に偽物と本物との決定的な違いイエス・キリストは私の罪のために命を捨ててくださったこの一点ですよねこの一点で本物なんですでこれがちゃんとしてないと変な 宗教者にねまあ騙されちゃういやクリスチャンだって騙されちゃう危険性があるイエス様は私の罪のために死んでくださったそして死んでくださっただけではなくてつながるということはイエス・キリストは生きていらっしゃるからですだって死んだままの人ねその遺体とかそのお骨とかまあその人の言ったことその人の遺品 その人が建てた建物そこにいたってしょうがないんじゃないですかたった一つですねイエス様は死からよみがえって生きておられるお方生きておられるお方だからその生きているお方と私たちはこうつながっているということなんです死からよみがえって生きているお方だからその生きているお方と生きている自分がこう命のふれあいですね ですからキリスト教信仰っていうのはものに対する信仰例えば遺品とかお骨とかの信仰じゃないですよねあとは教えなんかちょっとすごい崇高な教えだなその教えを、まあ、信じているまた組織キリスト教という宗教団体私たちパッとトますね信仰を持つっていうのはああえその宗教団体に入るの 大丈夫かしら確かに、まあ、宗教団体を形成してますけどもでもキリスト教という宗教団体に入れば信じてるわけじゃないですねあとは風習クリスマスねなんかクリスマスというまあこれはもう日本でももう知られている風習ですよねキリスト教のまあなんかそういう風習に浸れば風習の中にいれば信じてるのかちょっとありますねちょっとあるけどでも信じてることではない この私の罪のために十字架にかかって命まで捨ててくださったお方、偽物には絶対できない。いやいや、したくてもできないわけですね。罪のために死ぬ。我が子のためにも死ねないのですね。罪のために死ねないのであります。そのことをキリストはしてくださった。そこまで私を愛してくださって、そしてその方は死にっぱなし、死んで過去の人ではなくて、死から蘇って生きておられるお方だから、その生きているお方と、 命の交流、交わりだって、イエス様は生きてらっしゃって、私も生きてるんだから。そうですよね。命の触れ合いがある。人格的な触れ合いがある。そしてその人格的命の触れ合いっていうのは、永遠に続くわけです。この世の人とは、時間の制限がありますよね。夫婦だって、親子だって。そうですよ。時間の制限があります。じゃあ、イエス様も、今、今だけ、これだけ。でも、イエス様とさよなら、お別れ、ないんですね。永遠なるお方。 この世だけではなくてこの,この世の後ですねその死の世界永遠の世界もイエス様と深い交わりがあるこれが、えー、キリストを信じるキリストにつながるっていうことなのでありますそしてもう終わってきますがじゃあキリストを信じるって何か抽象的でよくわからないイエス様がおっしゃったのは、えー、私が語った言葉によって つながっっってているとおっしゃってますねですからこのようにイエス・キリストのお言葉を聞く聞いて信じることによってキリストにつながるこれはローマ人の手紙でもお話をしてと思いますけどもキリストの言葉を聞き信じることによってキリストにつながっているもう一つは7、えー、節ですね今日の御言葉ですけども、えー、何でも望むものを求めるがよい ね、あ,あそっかイエス様じゃあちょっとお金がないのでお金くださいイエス様でなんかあのこれは好きなことやりたいんですがどうぞってなんかそういうことではなくてやっぱりキリストによって祈るそして祈るっていうのは神の前にやっぱり減り下った謙遜な心を表してるわけです傲慢な人は祈らないのであります祈りそのものがやはり謙遜神の前の謙遜だからですね そのことによってこうキリストにつながる。あと最後は九節私の愛のうちになさい。キリストの愛のうちにいる。そして愛のうちにいるので、私たちはキリストを信頼して、そしてキリストに従っていくということですね。愛されてるから、愛してくださる方を信頼している。で信頼して,るっているうののはその お方の願い、そのお方のおっしゃることを聞き従っていくという思いが与えられるんですね。このことによって私たちはこのキリストにつながっているということなのであります。そしてそれが必ずイエス様の令和でいうならば結果が現れてくるんですね豊かに実を結ぶ豊かに実を結ばれていく。 で結ばれていく秘訣は何なのかちょっと見栄えよくしようかなかっこよくしようかなちょっと自分の人生ここまで来たけど少しはなんかちょっとねなんかしないとやっぱ自分も納得できないよねというのではなくてこのキリストにしっかりとつながることによってそして神様によるところの実が結ばれていくそして実とていうのはやっぱり後半ですね私たちの人生の後半。 どれだけこの地上の障害があるか分かりませんが、その後半にやっぱりこう見えてくるものがある。私ももう人生後半ですね。じゃあ慌てて、いやーちょっと身が結ばれないな、ちょっと情けないな、いい年してこんなんでいいのかなと私も思うわけです。じゃあどうすんのか。いや、今かさら会わせてもしょうがないんじゃないの。確かにそういう面もあるんでありますね。でもしょうがないんじゃなくて、 しっかりとイエス様につながっていくイエス様にしっかりつながっているならばおのずとっていうかねおのずとこう実が結ばれていくそういうことを私たちは信じているのでありますお祈りをいたします私はブドウの木あなた方はその枝であるもし人が私につながっておりまた私がその人につながっておれば その人は身を豊かにに結ぶようになる天皇とおさま今日はこの信仰の大切さ私たちは何かにつながっている特にこの現代社会本当に不安でありまた孤独でありそしていろんな人いろんな価値観いろんな思想いろんなことを言う人たちにぐるっと囲まれている中で私たちは何につながっているでしょうか私一人が。 生きていいるというならば本当に孤独で足元救われ本当にこの弱みにつけ込まれて騙される本当に大切な人生と永遠を失ってしまう危険性がありますそういう中でイエス様が「私はまことのブドウの木である」とおっしゃいましたイエス様が私たちの罪のために十字架にかかり 愛してくださり、命まで捨ててくださったお方でありまた死からよみがえって生きておられるお方そしてその生きておられる方と私たちは人格的なまた生命的なまた永遠のそのつながりを持つことができるこれがキリストを信じるということであることを今日このぶどの木の例えから知ることができて感謝しますとかしっかりと接ぎ木されてつながって そして豊かな身を結ぶものとさせてください。あなたの言葉によって、またあなたと祈ることによ祈りによって、またあなたの愛の中にいることによって、しっかりとイエス・キリストにつながるものとしてください。これは私たちができることですから、どうかそのことを信じて、どうかあなたとつながり続けていくものとしてください。あなたは決して見捨てないお方でありますから。 私たちの方もしっかりとあなたにつながり続けていくものとしてくださるようにお願いいたしますイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン